ママ友の中に入れません。精神科医カバサワションのカバチャンネル、いわゆるママ友という自分のお子さんの友達のお母さん方の集まりというこのママ友というまあコミュニティというかつながりというのがね、幼稚園小学生あるいは中学生ぐらいのお子さんをお持ちの方はね、お子さんのお母さん方とのお付き合いというのがあると思うんですけど、他の人から話を聞くとママ友の付き合いが大変だということをですね、まあいろんな方から聞くわけですね。そういうのに対するまあ一つのアドバイスということになりますけども、ママ友っていうのはママ同士の友達っていう略ですけども、これを友達というふうに理解するから良くないと思うんですね。これは友達ではないのですね。ライバルなのです。子供同士が友達とはいえライバルなわけですね、ある意味ね。自分の子供を最優先したいわけですね、どのお母さんも。そうなった時に子供同士がライバルであるように、お母さん同士も実はライバルであるわけですね。だからある意味助け合いの雰囲気を持ちながらもですね、足を引っ張るような人というのは必ず出てくるわけですね。そこで友達同士仲良くしようっていうような気持ちで入っていくとですね、まあおかしなことになるというか、まあ、例えば裏切られたとかですね、ちょっと心を許して話したことが次の日クラス中のお母さんの間に全て知れ渡っていたとかですね、いくつかこうショックな出来事があったというような話もちょっと耳に入ってくるんですけども、つまりですね、普通の会社の職場と同じようにですね、友達というよりはオフィシャルな場なわけですね。つまり本音と建前の世界があったとしたら、建前の世界なんですよ、そのママ友の世界っていうのはですね。そこで本音を暴露したりですね、本音のお付き合いをしようとすると、おそらくそういうおかしなことになったりトラブルになったりするということですね。私はこれを利害関係のあるコミュニティっていうふうに呼ぶんですね。コミュニティって人が集まる場なんですけども、お互いに何かをした時に利害が及ぶ関係性があるコミュニティのことを利害関係があるコミュニティって呼ぶんですけど、これはまあ疲れるんですよ、利害関係のあるコミュニティっていうのは。ですからママ友の会に参加すると疲れるとかですね、大変だっていうのは、これは利害関係のあるコミュニティなので当然なんですね。ですからママ友はママ友として割り切っていく、会社の職場のお付き合いと同じような感覚でですね、割り切っていくしかない。むしろですね、もっと癒しの場というか安らげる場というか楽しめる場というのは利害関係のないコミュニティですね。具体的に言うと趣味のサークルとかスポーツの同好会とかですね、そこで何か失敗してもですね、こう自分の生活プライベートな範囲に影響が及ばないような、知らない人同士が集まっているような会っていうのがあると思うんですけども、そういう会の方が実はですね、お互いざっくばらんに自分のオープンにしてもですね、おかしなことにならないで癒しの効果が得られるということです。ですからママ友は利害関係のあるコミュニティなので、手前の世界、そうじゃない利害関係のないですね、趣味のサークルなどでストレス発散というかね、楽しい時間を過ごすようにしたらいいのではないかと思います。